A word of coincidence is a very useful word for sceptics when they want to deny all these facts lying just in front of them undiscovered. With this very convenient word, sceptics can skip and warp their reflection. skeptists who have been deprived of fundamental learning, keeping themselves to be 偶然という言葉ほど便利な言葉はありませんね。偶然だ、偶然だとです。その言葉を使えば、すべての思考を放棄することができます。何事でもそうですが、考えることは。 面倒、無知でいることはそれ自体が甘美な世界ですであなたはこの動画を見ながらその偶然という言葉を何度使うでしょうか広浜松ジャパン。Japan、最初に皆さんをオーストラリアのカタトゥジュータに案内します カタツジュータ、メニヘッツ、つまり多くの頭という意味だそうです。ここがカタツジュータです。このカタツジュータの東にウルル、つまりエアーズロックがあります。そしてその同一直線上にマウント、コナーがあります。これがカタツジュータです。一番手前がカタツジュータです。そしてその向こうに見えるのが ウルル、つまりエアーズロックです。以前はエアーズロックと呼ばれていました。そしてその向こうに見えるのがマウントコーナーです。この3つの山は一直線に並び大地のモレア島を指しています。これがウルルですね。エアーズロックとも呼ばれていました。まあ、大変奇妙な 岩ということでよく知られていますそしてその東にマウントコナーがあります。一枚の岩でできていると言われています。上部は真っ平らです。これがマウントコナーです。今日の話はこのマウントコナーについてですけども、このマウントコナーをですね、上から見るとオーストラリアのウンバットに 大変よく似ていると言われていますこれがマウントコーナーですね大変これも奇妙な岩ですそしてこの奇妙な岩は今も言いましたようにオーストラリアの代表的な動物であるウンバットに似ていると言われていますで皆さんを続いてカナダの アルバータ州にありますインディアンヘッドロックへ案内します。自然にできたものと言われていますけども、林博士はそうは思っていません。これがインディアンヘッドロックです。右にあるのが杖というふうに林博士は判断しました。この杖は、えー、長さ700メートルにわたって岩盤に彫り込まれたものです。ポーズも決まっています。これがインディアンヘッドロックです。 で、これが自然にできたものだということだそうですね。が本当にそうでしょうか偶然こうなったのでしょうかで、マウントコーナーとインディアンヘッドロックを比較してみます。上がマウントコーナーです。下がインディアンヘッドロックです。この両者を比べてみると、そのまあ、 雰囲気が大変よく似ているのがわかります。彫刻に例えるならばですね、その彫刻の仕方が大変よく似ているということです。上がマウントコーナー、下がインディアンヘッドロックです。下を逆さまにしてみました。で、比較してみてください。作り方が大変よく似ているということです。これは偶然なのでしょうか 大変よく似ていいるととうことですね。縁がこうギザギザになっているところも気になります、まあ。同じ芸術家が作ったと言ってもですね、私は驚きません。マウントコナーについてさらに検証を続けてみます。これがマウントコナーです。先ほども言いましたように、 オーストラリアの代表的な動物であるウンバットに大変よく似ていると言われています。実際よく似ています。右下がウンバットの写真です。で比較してみるとですね、よく似ているということですね。顎の下にくびれがある点にも注意してください。この腰のラインにも注意してください。足もよく似てますね。 太い足です。そして鼻先もよく似ています。これは偶然なのでしょうかということになるわけですね。が、インディアンヘッドロックのことを重ね合わせて考えてみますと、私は偶然ではないのではないかと考えています。 続く動画の中で、私、林宏は、インディアンヘッドロックがエイリアンたちによって人工的に作られた造形物であるということを証明します。となると、このマウントコナーもですね、ひょっとしたらひょっとして人工的に成形された山ということになります。また、そう考えて、どうしておかしいのかということになります。 あるいは、これもやはり、やはり、やはり、偶然なのでしょうか。どうか続く動画をご覧になってください。インディアンヘッドロックは、人工的に作られた造形物であるということを証明します。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Indian Head Rock, Idaho, USA. Was it created by nature effect or was it created artificially by aliens? But it's rather surprising to know that little has been mentioned about the mystery of Indian Head Rock so far. Or little attention has been paid for it, even in the United States. I Hiroshiyashi claims that it was created by aliens artificially, who could see it from the sky. Here are some reasons why I claim so. Aliens were on this Earth. They are still here. The つまりそれに気づくかどうかはあなた次第。方法は簡単です。ほんの少しだけ心を開く。子供の心に変える。おかしいものはおかしいよと声を上げる。それでよいのです。それであなたもその証拠を自分で掴むことができます。今日はアメリカのインディアンヘッドロックを例に挙げ、それを考えてみます。インディアンの頭の形をしているから、インディアンヘッドロックと言います。 このインディアンヘッドロックの特徴は、第一に岩盤にそれが彫り込んであるということです。硬い岩盤ですよ。それに彫り込んであります。で、そのインディアンの顔にはほくろもあり、喉には喉仏もあります。その下のシャツにはボタンもあります。もっともこれだけでしたら、自然の産物と主張する人がいるかもしれません。たまたまそう見えるだけだと、事実そのように言われています。 古代遺跡としてそれを問題にしている高校学者の先生はどうもいないようです。また、そういう視点で見ている研究者もどうもいないようです。が、少しだけ視点を変えてみます。私は、2012年の秋に、このインディアンヘッドロックを検証しているとき、そのインディアンが向かって右側の左手に杖を持っているのに気づきました。杖です。よく見てください。 このインディアンは杖を持ち、体を前に乗り出しています。決まりすぎるほど決まったポーズです。ポーズが決まっています。それに自然です。この杖に気づいた人は、私以外にはいません。で、この杖を見てください。長さが700メートル近くもあります。岩盤の上に700メートルです。岩盤ですよ。上から下へ視線を下ろしていくと、 自然の岩盤を貫いて、その杖ががりり込んでいるののわかります。岩盤の横線と杖の縦線が交わっているところを注意深くご覧ください。杖が岩盤を上から下へ貫いているのがわかります。が、この段階でも懐疑的な人はこう言うでしょう。杖に見えるだけだ。だからといって人工的とは言えない。さらには人間でも作れなくはないと。が、次のような事実はどうでしょうか そのインディアンロックの下には奇妙な横線が走っています。長さがちょうど1 0 0 0ル近くもあります。1キロです。一見すると道路のようにも見えますが、道路ではありません。その横線は途中で太くなったり細くなったりしています。それに広いところで幅が十数メートルもあります。詳しくわかりませんが、表面はかなり凸凹のようです。 加えて、その端がどこかの道路につながっているといった様子でもありません。角のところを中深くご覧ください。角が直角に折れ曲がっています。道路道路ではないという証拠です。が、それでも否定する人は否定します。道路でないという証拠がないと。では、これはどうでしょうか。近くの岩山に一本の細い直線が走っています。幅を調べてみましたが、 2 0ンチから5 0ンチくらいだということまでは分かりました。この直線は空から見ると新直線です。が、これについても会議、衆議院者の人たちはこう言うでしょう。自然にできた線だと。が、さらに、もしこんな事実をしたら、そういう人たちはどう反論するでしょうか。つまりその直線は270.00度、つまり真似しに向かって伸びています。反対側は当然。 90.00、まあ東です。正確に90.00度です。場所が場所、つまりインディアンヘッドのそばにあるだけに、こうした事実を重ね合わせて考えてみると、自然の産物だ、偶然だと片付けることはできません。が、さらにさらに、こんなとき役に立つのが、林博士のライン理論です。ライン上で確率的に荒れないことを証明しながら、自然のものではないということを証明していくのが、 林博のライン理論です。例えば USA の基準点になっているサーペントマウンドからこのインディアンヘッドへ線をつないでみてください。次にサーペントマウンドからティオティワ間に線をつないでみてください。その間の角度は正確に90.00度です。さらに西極点からインディアンヘッド、インディアンヘッドから東極点の距離は正確に2対3になっています。 1000分の1の単位まで正確に2対3です。またそのイン,ディアンヘッインディアンの目線は正確に東極点の方向を向いています。つまりこうして事実を積み重ねていきます。積み重ねながらそこから理論を引き出します。つまりインディアンヘッドロックは基準点であるという理論です。私はデータムポイントと呼んでいます。がこの段階ではまだ仮説ということになります。思いつき と言われても仕方ないで、すねで。今度はその理論を使い、逆に別のところにある謎を解いていきます。つまりそれができれば仮説は仮説でなくなり、理論ということになります。この動画ではインディアンヘッドを例に挙げながら、それがただ単なる岩でないことを説明していきます。が、とても残念なことに、当のアメリカ人はどうやらただの岩と考えているようですね。インディアンヘッドロックを保護しているところか、 そのヘッドの上で観光が開発までしているようです。新しい写真ではかなりいわゆる顔がですね、崩れているのがわかります。2002年の写真と2012年の写真を比べてみると、それがわかります。どこか大きな重機でですね、掘り込んだような感じすらします。でもう一つ、最後の謎が残ります。先ほど つえは人工的に掘られたものだと私は言いましたが大変奇妙なことにこの程度掘り込めばかなりの岩くずが出たはずです長さが7 0 0ル、幅が4 0 5 0ルもありますがその岩くずがどこにもない考えてみればこれも不思議なことですがこうした例は世界中にありますあのカッパドキアやマルタ島の洞窟にしてもそのあるべきまあ掘りくずって言いますかね クズが全く見つかっていないなのですプーマプンクでもそうです。あれほどまでの石材加工をしながら、加工したときにできる削り、クズがどこにもないのです。さらに近いところでは、奈良県にあるあのマスダの岩船がそうです。現地の案内書によれば、この場で加工したと書いてありますが、その削り、クズがどこにもないのです。私とワイフは岩船の下側斜面を掘ってみました。が 削りくずらしいものを見つけることができませんでした。考えてみればこれもおかしな話ですね。なお、以上の事実はすべて私、林宏が発見したことです。すでに動画化してあります。では画面を見ながらもう一順に詳しく説明します。えまず、あの杖を持ったインディアン。まあ インディアンヘッドロックと言いますけども、私はインディアンバディロックと言うべきではないかと思います。向かって右側の方にこう、杖が見えるの分かりますかそして下の方で、下の、まあ、インディアンがですね、左手で、えー、杖をグッと握ってるの分かりますね。で、これが大変ポーズが決まってるわけです。で、これがまああのインディアンの杖ということになるわけですね。で、この杖で私はこれがもう、なてますか、人工的に作られた あまあ、いわゆる、まあ、枝というふうに判断しました。というのは、これは下へ彫り込んであるんですね。で横線がですね、こ,う見えますねこれが彫り込んだ杖の線ですね。そして横線といいますか、岩のもともとの線を横にっているのが分かりますかね。でこれがもともとの線で、そしてその間にこの縦線の杖が彫り込んであるということです。で、この辺が彫り込んであるというふうに私は判断しました。 で、これが700メートルですからね、長さが。そして幅が40メートル、50メートルあるわけですからね。そんなものを岩に掘り込むということ自体があり得ないわけです。あり得ないというか、まあ、しても意味がないと言いますかね。また、この絵そのものがですね、空から見ないとわからないわけですよね。ですから、これは私はこの杖を、まあ、これを杖と判断したときにですね、この絵は、 まあ、空から空を自由に飛んでですね、こうした絵を自由に描ける人によって描,描かれたというふうに判断しました。この瓶が角が直角になっているところに注意してくださいね。で、これはじめ道かなと思ったんですけど、道ではなくて、やっぱり岩に掘り込んだラインなんですよね。で、まあ、あの岩に掘り込んであるということはあの、道ならばね、最後どんどんたど,たどっていきますと、どこかで道につながるんですけど、これはそういうことはないわけでして、そして幅がですね、十数メートルから。 まあ、まちまちなんですね。7、8メートルっていう感じで、あの幅、この線の幅が違うと、この縦線が見えましたね。これがあの道路の線です。で、これがずっと、ここで狭くなって、またっていうず、ずっと続いてるわけですね。ということは、こんな線まで、そのインディアンロックヘッドの下に、まあ、引かれてるということです。 でまあ、こうしたものが何であるかということを、まあ、文献調べてみたんですけども、皆さんも調べていただけると分かるんですけども、インディアヘッドローク、アイダホで調べても、ですね大体これが考古学的なその価値があるというふうには見られていないみたいですね。ほとんどと言いますか全く、私が今日調べた範囲では、全くそういったそのこ,のこのインディアヘッドロークについての研究論文というものは見つかっていません。 でこのところを見ていただくと分かりますけども、道路がですねこの岩のラインを横切っているのわかりますかねでこの縦のロード道路はですね3メートルから4メートル前後の道路なんですけども、それにこの下の線が下へ来ているということですね。幅が15点、ここの部分で15.8メートルあります。でこの道路の部分は3.56メートルですから、まあほぼ自動車がです、ね、一方通行で走る。あ 幅だと思いますアメリカの道が広いですからね。ですからまあこの、そしてこのラインがですね、この1000メートル、1045メートルあります。なあちこうしたラインがですね、このインディアヘッドロックの下に1本引かれ,引かれているということですね。さらに調べますと、ねいっぱいこのこの、この種の細かい線がいっぱいあの見られますので、これが、まあ、何を意味するかこれからのまた調べていきますけども、あのこの杖が、まあ、こ,のこ,のここのの測り方で676メートルということになります。で ここなんですね。この C のところを見ていただきたいんですけども、細い線があるんです。で、この線、ちょっと見にくいんで、ちょっと上の方を上げたり下げたり下げたりして、皆さんにご覧いただいてますけども、細い線、わかりますかねこの岩を横に行って、そして左の方に流れてますね。この線なんです。これが真直線なんですね。真直線ということは、全く岩の上,、まあ、上から見て、真直線であると同時に270.00です、ね。 真西に向かっているということです。そして反対側は当然90.00、まあ、東に向いているということです。でこの線がですね、ここにわれて終わるわけじゃなくて、やはり続いているんです、左の方までね。で、この線をずっと。 まあ見ていいたただきたい、まあ、ちょっと線を戻しましたですけども、こう,こうした部分を見てみますとです、ね、これ限界まで降りてみました。そしてあの幅が測れないのかなと思いましたら、まあ、50センチぐらいまでは測れたものですから、まあ、それよりも半分ぐらいということで、20センチから50センチ、この辺でまあ20から50センチのラインだということが分かりました。かりましたまあ、こんな細い線を真一直線に岩のように彫り込んでも意味がないし、あの何のためにということになっていくわけですよね。まあ、これが、あのー このの線線がその線で、ですで。そうした線が引かれてると。で、これ今度はあの90度を右の方に回して、あの時計回りに回ってみましてで、今のポイントから、そして今度地上へビューを落としてみます。で 地上へビューを落としてみますと、この直線ブリンクって言いますかね、この新直線の様子がさらによく分かっていただけると思います。遠くまで新直線につながってますね、岩を。あの下はあの岩ですよね、この岩,から岩の上を新直線にこう今線のラインを示しましたけども、このまあラインに沿って新直線上にその線がつながっていると。まあ、こういうふうに考えていきますとですね、もうこれはもう自然のものではないということです。でまあ、これはインディアヘッドロックも自然のものではないということですね。 でもう一人の,あのインディアンがいるというふうに、まあ、このあブッシー・トワラさんという方がですね、今からもう3年ほど前でしたかね、えー、教えてくださいました、えー。ちょっとごめんなさい。日付を捨てましたですけども、あのどなたか別の方も、ね、その後教えてくださいましたけども、この方がですね、あの最初に教えてくださいましたので、この方の,あの名前で発表させていただきました。2014年の4月17日、ごめんなさいね、去年の4月です。 現在、2015年の12月、えー、13日ですから、えー、去年ですね。で、この、ここにいるわけですね、その人が。ちょっと見,に見えますね、口を開けて、うおーって。で、この人がですね、どう考えてもアジア人っぽいんですよね。あの、むやるモンゴルの、モンゴルかどこかのあなたの兵隊さんのように見えるわけです。あれ、王かもしれませんね。で、左の方が、これ、あの、以前、あの、 調べましたんで、けど左のこの、えー、インディアンという人はアメリカンインディアンではなくて私はマヤだと思いますこの顔がですねパレンケのインディアンのまあ、別の像と、えー、方によりよく似てるってことでですね左のそのインディアンはマヤのインディアンではないかと思いますアステカのインディアンですねで右の方はモンゴル今ちょうど中央に来ましたけどもモンゴルのこのインディアンインディアンって言ってないじゃないでねモンゴルの王ではないかと思いますであのー さっきずっと見てきましたインディアンヘッドのインディアンいうヘッドロックと言われているインディアンのチマきこれはあの紋章があのチマきをかあのつけていて紋章までかすかにあの見と,見とることができますそれでまあ彼らはあのまあ今言ってまたようにアジア人のように見えるとえでインディアンヘッドロックがここで右下がですねあのウェストポールなんですあのいわゆる 南極と、それからあのギザー、イーサートをつなげる線の交点をウェストポールとしています。で、ティオティワンとのこのラインの間の角度を測ってみますと、90.0、正確には90.05ですけどもね、90.00。まあ、私はあのエラーの範囲になるときは切り上げ切り捨てをしています。で、このことはですね、あのインディアンヘッドロックというのは基準点になっていた一つの例ですけども、インディアンヘッドロックとシギリアあのをつなぎますとですね、こうした岩があるんですね、その新直線下に。 で、これがまあシギリアロックですけどもね。で、シギリアロックとインディアヘッドロックつなぎますと、あのシギリアのやや北方に2つの岩がありますけども、その岩の上を真上を通っていきます。で、これがまあイ,ンディアインディアヘッドですね。まあ、ちょっと見せますと、上がヒンディアヘッドロックで、下がシギリアですけども、その新直線下、下がシギリアロック上があのインディアヘッドロックということになります。で、その新直線下に、あの、ショリアの 遺跡もあるんでですよでこれがですね、あのーえー、いや山川幸男さんがあの教えてくださったんですけど、こうしたものもあると。これはあの山川幸男さんが教えてくださいました。でこれはあのー、し処理やロック、アライメント。まあ 大きさが大きいんですね、これは、岩と人間と比べてみてください。こんなものがですね、全くエブベリーと同じコンセプトで作られたものが、ですね、えー、ロシアの大平原のどん真ん中にあるんですね、周りにはこう岩らしいものは何もありませんからね、そんなところにこの巨大な岩を持ってきて並べてあるということです。これが今言った侵食線かになります。それでまあついでですけども、ナスカ理論で説明しますと、この黄色い線がショリアから引いてきた線です。 今の,あのロックにすぐエイブベリーの線も重なるんですね。ですから、エイブベリーも処理はも同じエイリアンが関与していたということになるわけですね。で、このもう一本、ラウスの、ラウス、ラウス、で、もう一本ですね、ありますけども、それについて前説明してようラウスの、ラウス平原のいわゆるロックカレンダーですね。こうしてます、ここに集まっているということです。で、今言ったその岩はここにあ,あるわけですけどこのこれがですね、あのエラーは、ちょっとあの、 あの600から700メートルだと思いますよ。あのこの点がですね、あの今言ったようにシギラ六とそれからインディアヘッド六の新直線下にあるということですね。こうした大平原の真ん中にポツンとそうした岩があるということです。まあ、このように、ままああのなて言いますか基準点というのはそういう意味なんですね。逆にあの基準点であることをね利用して、利用って言いますか、あのをこうして応用していくと、それがあちこちの遺跡、あるいはそのとこうしたその 場所につながっていくということです。まあそしてまああの仮説をですね理論化していくわけですね。でこうした岩が立っているということですね。まあ大平原のどん真ん中にポツンと立っていて、これの,この岩については何かの学者の先生たちがですね関心を持って調べているみたいです。まあそうしたらなんでインディアンヘッドロックがもっと関心をもたなるかという、私はちょっとそういう疑問にも思いますけども、ね、疑問ということは、あのインディアンヘッドロックというのは大変な遺跡なんですけどもね。あの 上がインディアヘイドロックで今、雪キさんが、あの山川さんが教えてくださった岩をですね、雪キロックというふうに、まあ、私は呼んでいます。まあ、いかがでしょうかね、皆さん。こうした岩がポツンと立っている。まあ、その詳しい、あのあれわかりませんけども、その近くにこの理里の岩のアライメントがあるんですけどもね、あの列石があるんですけども、巨大な石,石岩ですね。 実ややその上にまた奇妙なものがありますけれども、これについてはもう一回あの精査していますけれどもあの、目的は何なのかということになってくるわけですけれどもね、あの上があの、いわゆる、まあ、下の雪に渦漏れた列石ですよね、上が、まあ、今のがまあいろんな方向から見てますけれども、こうしたところにそういうものがあるということです。 まあこうしてまあ一つの例としてねシギリアロックとそれからインディアヘッドロックが一つの基準線になっているということを今皆さんに説明しています。すな,なわちですね、インディアヘッドロックはただのいわゆるまあ地上絵ではないということになります。まあ、そのように私は判断しました。 あの今まであの、ただ自然が作った、まあ、たまたま偶然そうなったとっいうんじゃなくて、明らかに計算された位置で計算されて、まあ、岩盤に彫り込まれているということですよね、分かりやすく言えば。でそうしたも 今、ちょっとこれ、シギリアのね、シギリ,リア6とあの、あの、インディアヘッドロックつないだんですけど、このすぐ近くにこの岩があるんです。この真ん中の横からまた調べてみてくださいね。これは本当にね、ボソッと置いた感じで、で、下がね、空洞の下というか、あの空あの隙間ができてるんですね。で、こうして、もう一つ、二つあるんです。今、それを置て、もう一つ上にこの岩があるんですけども、この両方の岩をインディアヘッドロックが正確に横切にっているということです。 つまりこうした事実を重ね合わせていくとですね、こうした偶然というのはもう偶然ではない、いわゆる確率論的にありえないということから、まあ、インディアンヘッドロックがですね、基準点になっているというふうに判断していくわけです。今このライン、まあ、もう一回あの見,見せてます。このラインはあのキシリアとインディアンヘッドロックをつないだ線です。この岩2つ、まあ、並べてあるということですね。 で、こうしたその進捗線下に、この先ほど、雪きよロックと、まあ私は名付けましたけども、山川行きよさんが見つけてくださいましたので、で雪きよロックということになりますがね、こうした岩も立っているということです。まあ、これをどうして、どういうふうに判断したらよいかということですね。詳しくは、この処理屋の,の列席のところで説明しましたので、また興味のある方はそちらをご覧になってください。えー、林博で検索して、そして、まあ、謎の点灯線、古代文明の方へ行っていただければ、 この詳しい内容をあの精査しましたのでねあの、また見ていただけると思います。で、これはカルナック。同じように、まあ、ロックカレンダー。これがジャールですね。やっぱりロックカレンダーだというふうに判断できます。で、エヴベリーは先ほど言いましたよね。同じラインがこのラスカにあるということでね。で、からあの、ブルーの線は、あのこれはペルーから引いてきた線ですけどね。あショリア、エーブベリー、それからラオスのジャール平原。 というふうに、まあ、この線がここで重なるわけですけどもね。まあ、みんな、あの、カレンダーだったということですよね。で、まあこ、ね、これは、これは、あの、一つ目印かと思います。あの、目印して言いますけど、何か意味があるのか、あの今のところわかりません。しかし、あの、何かの基準点になっていることは十分考えられますね。まあ、かなり大きなものだと思いますよ。あの、ということで、まあ、こういう岩がですね、ポツンとまあ立っているということです。 でまあ、その今、は何を説明しているかというと、ですねインディアヘッドロックというのはただの絵ではありませんよということを、まあ、基準点になっているということをあ別の角度から皆さんにお見せしています。いかがでしょうかねちょっと間が入ってしまいましたけども、今もう一度赤い線を見ていただくと、あのこれがまあ下がシーディアで上がインディアヘッドロックだということです。そそしてその 中心、中心が、その、新直線下に、今にご覧いただいた岩屋があり、それから、ショリアの歴史跡もあるということですね。そのショリアの歴史跡は、エイブェリーと同じコンセプトで作られているということですね。で、このインディアンヘッドロックなんですけども、最初にちょっと申し上げましたように、なんか損傷がですね、大変激しくなってきた感じがします。とても残念なことですね。 これは2002年のはっきりした顔です。で、2012年、10年経ちますと、こんなふうになっちゃってるんですね。かなりあの、あなって言いますか、顔が崩れていると言いますか、はっきりしない状態になっているということですね。とてもやっぱ悲しいことだと思いますけどもね、もっと大事、に、アメリカの方ももっと大事にしてください。 れするべきじゃないかと思すべきという言葉が強いですけどもあの大事にまあね、they should restore, reserve ね、このサイトを守っていただきたいなと思ってますね。で、もう一つの手を見てください。このポーズ決まってると思いませんかグッと握って、それでか体を前に、ねえー、乗り出しているという雰囲気です。でここに、ね、あの八幡きがあるんですけど、八幡きには紋章らしきものもあります、ね、ですからやっぱり王なんですね。で、 この杖っていうか、まあ、王の紋章としての杖ということになるわけですけどね。ですから私はまあこれをインディアンヘッドではなくて、インディアンボディーと呼んでい方がいいんじゃないかと思うっているのは、今も一緒に左手で、このインディアンの左手で杖をしっかりと握ってますからね。で繰り返しになりますけども、もう一度確認してくださいね。これは杖と認め,た認めればですよ。この杖の彫り込み方が いわゆるまあこれが、ね、人工的に作られたすなわち人間が作ったのではないす,すなわちエイリアンが作ったという証拠になっていくわけです。でこれはあのどなたかちょっとおっしゃったんです砂ではありませんからね。岩盤ですから大きな岩山だと思われます。見た感じ、一枚の岩山のような感じがしますね。でその上にこうしたものが掘り込まれているということです。まあ、普通の作業ではできませんし、 とというこなんで、すねでウェストポールとヒンディアヘッドロック。で、ヒンディアヘッドロックとイーストポールの距離の比はですね、正確に2対3になっているということです。ここは8 0 2 4トルですからね。で、東行けば、東というか左の方行けばイーストポールになるわけです。で、そのこちらの方の距離は1 2 0 4 6トルで、ちょうど、えー、なってます比日に直しますと2対3。 あるいは2対3.00になるわけですね。千分の1のくらいまで同じになっていくということです。まあ、これは偶然というか偶然でないというか、いわゆるまあ計算されてここに置かれたのか、あるいはそうでないのか、あるいは何か目的を持って置かれたのか、置かれてないのかということになってきますと、私は計算されて何かの目的を持ってここに作られたというふうに判断しました。ということで、今からも2年以上も前に、ね、これをまあ発,表して発表したわけです。 もう3年近くになりますね。あのインディアヘッドロックは、とにかく当初に疑問に思ったあの場所だもんですからね。あのもう3年になりますねあの。ちょうど丸3年ぐらいになる頃に最初の動画を発表させていただきました。でこれはまあショリア。ウスツアパンカンスキーというところですけどもね。あのまあ、ショリアというのは近くの山の名前だそうです。ですからまた私たちは勝手にショリア列席というふうに呼んでいますけどもね。 ウスツアバンカンカなかなかイニグリですからね。ごめんなさいね。これあの前のビデオを同じように繰り返してますけども、ショリア、それから、えー、エヴェベリー、有 k のね。あのですから、ショリアとも繰り返しになりますけど、ショリアとエヴェリーというのはあのまあ、何らかの形で関係していると思われますね。ちょうどその井戸さんもで、えー いわゆる、まあ、軽度差ですね。軽度,軽度差も90度、地球の4分の1周分の距離が離れていて、かなおかつ、ナ、えー、スカでこのように両方からのラインが重なるということです。これ偶然ではない。私はそういうふうに判断しますかね。まあ、今までの流れからしましてね。で結論ということになりますけども、まあ、お分かりもうずっと述べておんですけども、このインディアンヘッドロックというのは自然の造形物ではないということです。自然が まあなんまあ、作ったものではなくて、明らかに、えー、そういったコンセプトというとか、ね、制作意図を持った、まあ、芸術家らしき人がです、ねえー、このような絵を描いた、作ったということになりますね。もう一度このコンボを見てください。コンボをね、スポーズが決まっていると思いませんか体をね、前にのめり出して、そして左手で杖をしっかり地面に刺して、そして自分を支えながら東の極点を見ていると。まあ、これをぐ、まあ ここが一つのポイントですけどもね、これはあの偶然と言えばすべてがもう偶然になってしまいますし、あこれはすごい、やっぱりその普通の絵ではないというふうに思って,思ってくだされば、その先の謎解きへと、まあ、駒を進めることができるということになります。まあ、このような絵もちょっと作ってましたけども、壁を見ながらね、この人が、おー、素晴らしい作品だなんてね、言ってる雰囲気を出してみました。それでは皆さん、続くビデオ、どうかご覧になってください。バイ Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam a City, Japan.Secret story of Indian Head Rock, USA.In Japanese, 皆さん、こんにちは。Indian Head Rock についての謎と秘密、日本語版です。でこれはあの2013年の6月に作ったビデオですけども、それ以前にもう100何語で、ってことは2012年にすでにこのことを知りまして、 ビデオを作りましたでこのインディアンヘッドロックの謎でですね、一番ポイントはどこにあるかと言いますと、あのインディアンヘッ,ヘッドとなってますよね。ヘッド。インディアンの頭ということになっています。しかし、これは正しくはインディアンヘッドではなくて、インディアンボディーと言うべきだと私は当時考えました。まあ、このインディアンヘッドはね、インディアンヘッドロックはあのよく知られています。 まあ実にこう、偶然にしてはですね、できすぎと言いますか、インディアンの頭をしているわけです。で、これはもう自然の産物なのか、それとも、いわゆる人為的と言いますかね、人工的に作られたものなのかどうかということなんですけども、それは皆さんの判断にお任せしますけども、実はですね、私、これはあの人為的だという証拠はでどうなるかというとですね、あの皆さんがほとんど注目しない、向かって右側にあるコンボなんですね。で、コンボをこのインディアヘッドロックの 人物がですね、しっかりと彼の左手で握っているわけです。でこれを見たときに、私はこれ人為的だと。なぜかというと、ですね、この梱包がですね、7 0 0メートル以上あるんですね。あの手のとこから上に先まで。そして皆さん、今ご覧になって分かりますように、その梱包がですね、明らかにこの岩岩岩ですよこれ、あの岩山なんですよ。これ。あのあの草木も生えない岩山なんですけども、それを明らかに掘り込んでいるということなんですね。そしてこのポーズを見ていただきたいんですけど、決まってるでしょ なんて言いますかね体を前にのめり出して、そしてその手をグッと握って、そしてその、なんて言いますか、トークを見ているこのインディアンのポーズが決まってるってことなんです。これはあのかなり、なんて言いますか、あの同じこのような写真撮ろうと思いますと、フォトグラファーにしてもですよ、かなりまああのプロのカメラマンでないと、これだけあのダイナミックなね、いわゆるそのポーズの決まった、あの 写真が撮れないですね。そして今ちょっと見せしましたように、喉ドボトケるわねほホクロあるわ,、ね、ほくろはあるわそれから花ナナがあるわとそういうことになるわけです。で、ヘアバンドが見ていただきたんですけど、ヘアバンドはこれ何かよく見ると、この何か,、ね、か紋章が入ってるんですね。まあ、こんな紋章を入れたヘアバンドをするっていうのは多いしかいないんですよね。で、こ,の、まあ、これはあの別のところで証明しましたけど、これはあのアメリカ・インディアンじゃないんですね。南米のマヤ・ まやあれはステカのインンディアンなんですよね、まあ、それはあのい今日はいいですけども、このコンボを見ていただきたいんですけども、このコンボがですね、えー、長さがです、ね、700メートル以上あるわけです。でこのコンボを握っていると。そこで、まあ、ここで見解が分かれるわけですね。まあ、コンボまで含めるべきなのかどうかということなんですけども、このポーズを見て私は、これ梱包を含めるべきだと考えています。ですから、インディアンヘッド、ヘッドじゃなくてね、あのー インディアン・ボディ・ロックというのが正しいんじゃないかと思うんです。ところが、このコンボをですね、このインディアン・ヘッドに含めてしまうと、これ、厄介なことになるんです。というのは、先ほども言いましたように、このインディアン・ヘッドのね、このコンボがですね、明らかに岩盤である岩山に掘られているんです。そして、その掘られているということは、いわゆるその掘るわけがないんですからね、アメリカ・インディアにしても、こんなものをつくあの掘っても意味がないわけですし、大変な、700メートルですよ。皆さん、ご自宅の714メートルって出ましたね。 あのご自宅の、ね、近くでね、700メートル距離がどれくらいの距離なものかということを考えてみていただきたいんですね。そしてこの,えあのインディアヘッドボディというのは、空からでないとわからないということなんですね。空から見て初めてインディアンとわかるわけでして、地上を這いつくばって生きているインディアンにとってね、張、ま、り、あ、つくばって言って失礼ですけども、人間みんな這いつくばって生きているわけですけども、そのですね、こうした空から見たインディアンの、そしてしかも、まあ、 こう写真見て分かっていただけると思いますけども、もう本当空から見て初めて分かるような絵でして、それをその、はい、というか、描くことが果たして可能かどうかという問題なんです。まあ、不可能ですよね。まあ、そういったその常識を働かせて考えてみていただきたいと思うんです。そして、このインディアンヘッドのこの頭はですね、目はですね、はっきりと、えー、イーストポールとウェストポールの直線下にあって、そして遠くを見ているということなんです。 まあこれは偶然か偶然なのか、自然の産物がない,かないかあるかないかということは、まあ、それはあと判断でね、これは偶然だと。体がこう、いうか、しかしやっぱりこのポーズが決まりすぎて,決まりすぎているという点でですね、これを自然の造形物だと見るのは、私は無理が、私は無理があると思うんですね。そしてこのインディアヘッドロックとね、それからあのサーペントマウントと、ティオジアカウンセンでつないでみてください。90.04だったかな。 90.04の角度まで直角なんですね。90.04ってことは、エラーの範囲も入れますと、90.00の角度なんです。ということは、あのそんなね、90.00の角度、あちこちまあこういったその角度が出てきますけども、90.00になる角度っていうのはめったにないんですね。あの それはあのポイントとして点は取れないものですからね。しかしこの場合は取れるんですね。あのインディアヘッドの頭と、それからティオあのサーペントマウンドの頭と、それからティオティワカンの太陽のあピラミッドの頂点を取れば、点点点で取れますからね。ですから正確に点が取れるわけです。テストを測ってみますと91.04だとか02だとか、ちょっと忘れましたんですけど、まあ、0204っていうのはもう本当にもうエラーの範囲です。ほんのわずか動かしただけでも。あの インディアンヘッドでもね、頭と肩でも違ってきますからね。あのですからそういったエラーなんですね。まあ、要するにこのインディアンヘッドを皆さんもう一度見ていただきたいんですけども、果たしてこれが、えー、自然の造形物なのかどうか。ただ残念なことはこのインディアンヘッドが、えー、年を追うごとに破壊されてますね。YouTube であのやっぱりこう過去へ遡っていますと、過去の方が絵がしっかりしてて、最近のものをほどぼんやりしています。 ですから、やっぱりこう残念だなと思いますね。あのそれほどまあ皆さん注意してないんじゃないかなと思います。まあ、こうした事実を積み重ねていきますと、まあ、誰が掘ったかっても分かりきったことで繰り返しになりますけども、人間ではありませんね。人間ではないということはエイリアンです。あのエイリアンが掘ったわけですね。でこれは今ちょっとあの別の角度から見てるんですけども、これ、あーあのイーストポールです。 あのいわゆるギザ、あもヘ長だろう、うプレハビアから来た線と赤道マジュアルがイーストポール。これがあのギザ、それからナスカ、イースタードイク線と赤道とマジュアルテがあウェストポールですね。これはあのちょうど赤道に対して30.00の角度になるんですよ。そしてこれがです、ね、このちょうどこの両,方両,者両者をつないでみますと、まあ、あの地球はあの半周超えますと線引きませんので、半分ずつこっち引いてみたんですけども、これがあのイーストポールから引いて。 でウエストポールから引いてきた線ですね。で、この目の線を見てください。そして、一方、ーイーストポールから引いてきた線と、ここで、まあ、これ今、イーストポールの方から引いてきた線ですね。あのー、右右左がイーストポールで、インディアンヘッドの方にあ線を引いてきたんですけども、このイーストポールから引いてきたインディアンヘッドの目線とですね、実は一致するわけです。今、ちょっと何を皆さんにお見せしたいかというと、距離なんです。あのー、距離の、あのー、この、 妙,妙,妙味というかますかね例えばあの、オーストラリアの、あのー、カタツジューターとウルルと、それからマウントコナーズと言いますと、正確に1対3になりますね。で、ここもあの同じようにあの正確には測りますと、なんと2対3になるんですね。距離の比が。今それを皆さんにお見せしますけども、あっと1万2000、3対2ですね。ごめんなさい。1万2000キロと8000キロですね。 えー、ちょっと今日、気温がちょっとあの、8000キロですね。で、この日を、あのちょうど本当、半周で2万キロになるんですけどね、あの赤道路面に行きますと2万キロを超えるわけです。あので、この日の,そう日の割合ですね、3対2、3.011対2.006なんです。いわゆるそ、ま、の、あ、まあ、3 0 ゼロゼロの値まで、100分の1のくらいまであの比率が一致しているということなんですね。となってきますと、こうした事実、まだいろいろあるんですよ。あのインディアヘッドと、それからティオティワカンあさい、カラクルムとスナングとナスカ行くとか、ね、いろんなことありますが、まあ、そういった事実は別のところで紹介しますけれども、要するにこれをあの、まあ、いわゆる自然の造形物で、また自然によってここの場所に書かれたものであるかということは、もう、 もう私には信じられませんね。皆さんどうお,考えお感じになるか分かりませんが、私はそう感じます。まあ、あので、ここでまあ120度という、まあ、ちょっと厳しいかなって、118から120度ですからね、ちょっと厳しいかなっていう感じはしますけども、120という数字が出てくると。そしてここで、これはあのしっかりと出てきますねあの。ウエストポールとテオテワカンつなぎますと、その間120度,120度で出てくるんですね。90度でこれ、あのテオテワカン行くんですよ。60度でギザー行くんですよ。あのこれもあの非常にあの 人為的な感じがしますねいいですかティオティワカンからこの白い線に対してですね60度でギザ90度でモヘンジョダロしかもティオティワカンの山道はまっすぐとモヘンジョダロを向いているんです皆さんあの逆,逆にモヘンジョダロのね廃墟の塔からあの えっと、手を手間の三度線を引いてみてください。あるいは日没だとかね、日の出の当時月の,あの方向を示しているというあの学者の先生はこの前まま NHK テレビに出て,てそういうような説明をしていましたけども、私は信じません。皆さんも一度自分で引いて驚いてみてください。その驚きがまた新たな発見へとつながっていくと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!